シンクタイクバーミンガム科学博物館にあるウェジウッドの装飾植木バッジジャスパーウェアはイギリスの女性アウェッジウッドが開発した陶磁器の一つ。石器の一つでカメオガラスなど古代イギリシャ、古代ローマ美術の形状や装飾をモティーフとし、J ウェッジウッドが4年の研究を経て1774年に完成させた。この技法を用いて1790年に ウェッジウッドが再現したポートランドの壺が有名。その古典主義的なスタイルは一世を風靡、ヨーロッパ中を席巻し、それまでのロココ的デザインの陶磁器を一層、大陸の所要を衰退させるほどであった。またジャスパーウェアを模倣した陶磁器も盛んに製作された。以後長い間にわたりはエジウッド社の象徴、主力商品として発展し、現代でも盛んに生産されている。 多くは表面に別色のレリーフ装飾が施され、質的には時期に近く堅牢で実用性と装飾性が両立しており、また工芸品と近代工業製品の双方の要素を合わせ持ち、極めて後半にわたる用途の器物が製作されている。大きく二つに分けられる。ジャスパーウェアで使われる、主な色は次の通りである。古典主義的で簡潔な均衡感を重視し、 角の装飾はないホートランドの壺やエトラスカンジャグ、アーンベースなど、実際のギリシャ、ローマの器物の形状、衣装をそのまま取り入れているものが多い。また、中国の陶磁器の模造もよく見られる。デザイナーとしては、ジェイフラックスマン、レディ・ティンプルトンらがよく知られる。壺、カキ、茶器、蓋物、皿、ボール、ジャグ、ボトル、時計、プラーク、フィギュアリン、 インクツボ、植木鉢、送信具、タイル、調理具や、食器の柄、室内建具や、器物の装飾、ハイヒールのかかと、ボタン、食材、航路、電話機、ライター、差し抜きなど、ありがとうございます。